で、そこでな、俺ら誰が一番おしゃれできるんか、一番決めていきましょう。ゴーイ。じゃあラストを飾るのはドマショー。ドマショーだ。うちのリーダーで。どっからつくんだよから。どっからつくんだよから。動きが多分ギリギリやん。そうだよな。やめようか。まあでも抜け感を意識してるから俺。どこが？どこも抜けてないけど。黄色が合わせすぎず。どこも抜けてない。緑で抜け感を出して。主張激しいから。あとアンニュイを抑えてるな。どこもアンニュイ。どこも柔らかくない。え、それさ、もうウエストとか。黄色で一番かっこよかったやつ。ありがとう。嘘です。もう誰言って。ほんまに嫌や。ほんまに嫌。ちょっと待って、俺マジ遊んでな。これマジで。マジ言ってないやろ。ほんまにアンチコメ待ってます。マジで。俺これガチでおしゃれだな。こんなに腹痛いの。May I come in? え、英検の試験まだやったターピデータは何ですか？結構自分的にはテーマ通りにいってるっていう。おーテーマは帰宅中のマイケル・ジャクソンけど、着る人が来たら多分確かに確かに前黒で負けてるっていう自分を超えたいあーっていう目標も掲げここに今立ってるさ、お願いロマッションお願いします。はーよあれ最強に生かしてない小学生でうわボワーッきたなぁ初めて見るもんってなんか嫌やもんな。以上です。ありがとうございます。俺ガチすぎやけど。ガチすぎそうだ。一番のないやつ天国を守れ。笑う順調パーティーの会場ってここで当てたっけ。あーマジ昔の大学の時のお前をマジする。そっか真面目に言ったらこうなんねん。素直なったらええやん。ごちゃ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 さ秋やねんから。しかもここを見てほしい。初めてネックレス二択やったよ俺の中で。マジでボケて笑いとるの、まあ、そう簡単やと普通に1位取ってすげえの笑い結果そんなにおもろくもなくてかっこよくも大好でいい。一番おもんない一番おもんない今これ今日 YouTuber としても5位。どうも今日の前やつを手取り頑張れ。私がこうやってるタイガー・イーコール・フォックスです。やめてな、ほんま。潜入がやめてな。大富豪のパーティー一人おるから。見たことあるわ、こういう人。よし、次誰や。エジキ。エジキなめ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これがだから黄色いちっちゃい鳥あちゃちゃスヌーピーちゃあちゃスヌーピー3万した。この海外のラッパーしか聞いひん赤セットアップ。これはほんまに梅田歩いてて赤いの見えたから買った上下で13000円。はい、マックスニーカー見ましょうか。スニーカーでこれ15位半ですよ。これは13ぐらいかな。13 25とかにしときましょうか。25にしとこうか。これゼロ非売品ですか。あとちなみに恐るべきドバイ師匠のファッション総額何エアポッツプロ、加わって45万5000円になりました。低いわ俺。42万5000円で歩いてると。